隣の客はよく書き食う客だ。早口言葉として一般的ですが、セリフとして考えるとやや不自然です。どういうシチュエーションだとこのセリフが出るのかを考えてみます。まず隣の客です。隣の家の客は見えないので、飲食店の隣のテーブルと考えられます。次に柿食うです。柿がメニューにあるお店はなかなかないですが、フルーツパーラーならあるかもしれません。千引き屋で世界のフルーツ食べ放題をやっているので、多分それでしょう。問題は客だです。一緒にいる人に話すなら、隣の客よく柿食べるねとか、隣の客柿ばっかり食べてないなどと話し言葉になるはずです。この状況を私たちに説明する3人目がいると、客だという言い方もフィットします。間に入るストーリーテラーならこう言ってもおかしくありません。きっと彼はこう言うでしょう。隣の客はよく柿食う客だとね。